クマラボチャンネルの主、マスタークマです。今回紹介するルアはこれ、バンダイの G マスターシリーズのオールカイザーになります。はい、このチャンネルではですね、たびたびアニメ、漫画のね、グランダー武蔵のルアーを紹介してきましたが、ここに来てようやくこの主人公、風間武蔵くんが使ってたオールカイザーの出番となります。で、これはですね、もう皆さんもよく知ってる通り、村田はじめさんですね、王様、ジム、いろいろ呼び方はありますけども、その村田はじめさんが監修されて、作られたルアーです。見てわかる通り、これおそらくですね、シャチをイメージしたルアーだと思うんですね。この背びれの、感じなんかすごくかっこいいですし、ボディ形状なんかもね、動くようにちゃんと計算されて、作られてる、ルアーです。で、このグランダー武蔵のルアーがすごいのが、ちゃんと釣れるんですよね。もちろんね、最近は、何でしたっけ、ミラクルジムさんとかいう名前でね、YouTuber、私と同じように YouTube やってある方でね、実調に使ってあってね、なかなか釣れないっつって、頑張っていらっしゃる、方もいらっしゃいますけど、本当これ釣れるルアーなんですよね。で、そのアニメの中で目立つような形をしつつ、なおかつ釣れるルアーに仕上げてるのが村田さんのすごいとこです。もちろんね、制作側とも綿密な打ち合わせをやって、この形ならいける、この形になるともうダメだみたいなところはあったんでしょうけど、それでもね、こうやってちゃんと実現してるところは素晴らしいかなと私は思います。で、これの動きはですね、ネチネチしたドッグウォークとも言えばわかるんでしょうか。この背びれがね、いい感じで、バランスをとってですね、その場でネチネチ動くっていう動かし方をできます。ですんで、ピンポイントでね、探るルアーが得意だと思ってください。で、これの後にですね、グランダー武蔵 G でしたっけ、になった時にね、ちょっと大型になったね、キングオールカイザーっていうね、ルアーが出ていて、こちらはね、これよりも飛距離も出ますしね、動きもちょっと違いますんで、そちらの方がね、人気あるのかなと思います。で、今飛距離の話が出たんですけど、実はね、このルアー、ウェイトが入ってないんですね。で、コトコトってラトル音は聞こえてるんで、ラトル音イコールウェイトにしてあるんですよね。ですんでね、この形状のこの大きさの他のルアーよりは軽いんですよ。軽いんで飛距離が出ないのが欠点なんです。ですけどね、そのアニメの中に出てきたルアーで実際釣るなんてね、当時の子供からしたらね、これすごいご褒美っていうかね、ワクワクするような展開なんですね。まあ例えるなら、仮面ライダーの変身ベルトを買ってきて実際変身できちゃうみたいなね、それぐらいの衝撃が子供たちにはあったと思うんですよ。そういう意味ではね、子供の夢とか希望が詰まったルアーに見えてくるから不思議ですよね。で、ボディにはね、主人公のルアーらしくね、グランダー武蔵とね、アルファベットで書いてありましてね、またこの金ピカのボディもね、これカラーの一種なんですけど、またかっこいいじゃないですか。でね、こういうね、子供に夢を与えるルアーっていうのは、次世代のね、ルアープロですね、プロや、釣り人を育てるっていう意味では大事だと思います。余談っていうか話が変わりますけどね、かの有名なサッカー漫画キャプテン翼を見てね、サッカーを始めたっていうのがね、海外のトッププロとか日本のプロとかでもたくさんいます。そういうね、また漫画がね、出てきて釣り業界が盛り上がってくれると、これまた嬉しいなとは思いますけど、さてさて、ね、この後どうなるかはまたね、未来の話になるんで、ここの話はここまでにしておきましょう。ではね、今回はここまでにしたいと思います。次回何を紹介するかは次回の動画でお楽しみください。では今回はここまで。